こんばんは。9月1日火曜日、ニュースをお伝えします。まず今日の主な内容です。首都北京のコアエリアの開発計画がこのほど国務院の承認を得て発表されました。厳格な防疫措置の下で新疆ウルムチ国際空港では9月から複数の航空路線が再開されました。番組の後半はトップハイライトのコーナーです。習近平総書記は8月31日、中国共産党中央政治局の会議を主催し、黄河流域の生態保護について指示しました。王毅国務委員兼外交部長は、現地時間8月30日、フランス国際問題研究所で講演を行い、EU 欧州連合との協力強化を強調しました。首都北京のコアエリアの開発計画がこのほど国務院の承認を得て発表されました。旧市街の保護は見どころです。古き良き北京の旧市街や文化遺跡をよりよく保護するため、首都コアエリアの開発計画が国務院の承認を得て発表されました。計画では二軸一都市一環の空間構造が強化されています。二軸とは、北京の南北中軸線とメインストリートの長安街。一都市は3000年以上の歴史を持つ古い北京城。一環とは、北京城を囲む2番目の環状道路、二環路を指します。エリアには4層の城壁、6つの湖、8つの川、9つの古代建築群、8つの寺院があります。また、計画は、街のスカイラインの保護を強調し、エリア内の建物の高さ、建築様式、道路のスタイルなどについて厳格に制限しながら、歴史的構造と伝統的な旧市街をもとにした都市デザインの強化を要求しました。厳格な防疫措置の下で、新疆ウルムチ国際空港では9月から複数の航空路線が再開されました。最初の段階では、各都市へのフライトは1日1便となっています。中国南方航空は1日から、ウルムチと蘭州、浙江省の杭州、アモイ、広東省の杭州、長沙を含む中国北西部、東部、南部、中部の主要都市とのフライト便を徐々に再開しています。また、アモイ航空は1日、ウルムチから天津、アモイ、長沙、浙江省の杭州を含む4つの都市へのフライトを再開しましたが、ウルムチ、銀川、福州の路線は8日から、西南、泉州、鄭州、福州へのフライトは16日から再開します。7月17日以降、ウルムチ市で新型コロナの感染例が発見されたため、ウルムチ国際空港の多くの便が欠航となっていました。では続いてトップハイライトのコーナーです。習近平総書記は8月31日、中国共産党中央政治局の会議を主催し、黄河流域の生態保護と質の高い発展を中華民族の偉大な復興に関わる千年の大計とし、黄河を人民に幸福をもたらす幸せな川にしていくと指示しました。会議では、黄河流域の生態保護と質の高い発展計画要項が審議され、洪水被害や干ばつ災害の予防と減少が求められました。王毅国務委員兼外交部長は現地時間8月30日、フランス国際問題研究所で、団結と協力、解放と包容、人類の平和的発展の進歩と潮流を共に守ると題した講演を行いました。王部長は講演で、 EU の地位や役割を重視しており、感染症対策、投資強化、エコとデジタル、多角的な協力という4つの分野でパートナーシップの構築に向けて努力すべきだと強調しました。
チェコのビストルチル上院議長が台湾を訪問したことについて、外交部の趙立堅報道官は8月31日の定例記者会見で、中国側はチェコの反中勢力が故意に中国の主権を侵害し、中国の内政に乱暴に干渉する悪質な行為に対して強い非難と深刻な懸念を表明すると訴え、いかなる政治的な操作による台湾独立の企てもその目的を果たすことはないと警告しました。長江水利委員会によりますと、長江中下流域の主流の洪水警戒が8月30日と31日に完全に解除されました。8月中旬、長江流域で複式の洪水に対応するため、長江水利委員会は上流の複数のダムを最大限に利用して洪水の緩和に取り組んでいます。三峡ダムと上流のダムは合わせて190億立方メートルの洪水をせき止めました。以上、今日のニュース、劉英麗がお伝えしました。